変なことになりましたね。過激団対戦どうなるんだ。やっぱ中止なのか。どうだろうか。一体あの仮面の女は何者なんだ。ヤッシャ、そう言ってたわね。違う、そんな、そんな名前じゃない。サクラ、あれは、あの人は神宮寺さくらさんです。神宮寺さくら。そうです、ヤシャは神宮寺さくらさんです。あの姿、あの声、どう見たって神宮寺さくらさんじゃないですか。違いますわ、あれはさくらさんじゃありませんわ。どうしてですか。どうしてそんなことがわかるんですか。一目見れば十分ですわ。絶対に違います。それにあの人は今帝都にはいません。ゲントにいるのよ。ゲント、それは一体どういうことなんですか、スミレさん。仕方ないですわね。話しましょう、ニト作戦のことを。10年前に起こったコーマ大戦、それはコーマ王の復活をめぐる戦いでしたの。コーマ王が復活すれば帝都は、世界は滅亡する。その危機に対して私たちはもう一つの帝都であるゲントを作り出し、そこにコーマ王を封印する計画を立てたの。それがニト作戦よ。帝都とゲント、なるほど、それでニト作戦なんですね。どうやってもう一つの帝都ゲントを作り出したんですか。神器帝剣を使ったのよ。帝剣はその力で魔を封印する都ゲントを生み出した。そんなことが。帝剣、まさに神器と呼ぶにふさわしい力ですね。でもそれには大きな犠牲が必要だった。帝剣の強大な力を引き出すには莫大な霊力が必要だったのよ。帝剣の軌道には帝都、パリ、ニューヨーク、全歌劇団隊員の霊力が使われ、そして皆さんはゲントに一緒に封印されてしまった。そんな。ニト作戦は成功し、コーマ王はゲントに封印された。全歌劇団隊員と共にね。これが10年前に起きた事実よ。他に聞きたいことはあるかしら。神宮寺さんたちは無事なんですか。その、まさかコーマ王と一緒に封印されてるなんて。多分向こうで戦い続けている、そんな気がしますわ。絶対に命を諦めない人たちですもの。信じているんですね。もう一度あの方たちと共に舞台に立つまでは私も諦めませんわ。帝剣は今どこにあるんですか。そんな危険な力、野放しにはできません。スミレさん、わかりませんわ。封印の後亡くなってしまいましたの。どこかに再び出現しているのか、それとも力を使い果たして消滅したのか。そうですか。だとすると、ヤシャは何者なんでしょうか。先ほど話した通り、歌劇団の隊員は全員ゲントに封印されていますの。だから絶対に
さくらさんではありませんわ。本当にそうだろうか。俺にはまだ判断がつかないな。だとすると先だから、最後にもう一つだけよろしいですか。何かしら。こんなことになって歌劇団大戦はどうなるんでしょうか。それについてはちょうど今からプレジデント G の発表があるそうよ。諸君、お待たせしてすまなかった。ここに改めて世界歌劇団大戦の開会を宣言し、一つ重大な決定を伝える。我々は今未曾有の危機に瀕している。しかしそれに負けることはできない。なぜなら我々は歌劇団だからだ。人々を守る剣であり盾だからだ。だが個々の力はあまりにも非力すぎる。今こそ我々は一致団結しなければならない。そのために歌劇団大戦のルールを変更する。一つ、競技ではなく命を懸けた実戦とする。一つ、敗北した歌劇団は即時解散。一つ、優勝した者が世界統一歌劇団の代表となる。弱き歌劇団は解散となり世界統一歌劇団に吸収される。唯一の強者が敗者を従え、最強の歌劇団が生まれるのだ。それが私の決定だ。以上。なんで歌劇団同士が戦わなくちゃならないんですか。本気の戦いってことだろ。納得いかねえぜ。歌劇団大戦がただ傷つけ合う場になるのなら私が参加する意味もないわ。里の掟17条、仲間とは相争うべからず。歌劇団は都市を、そこに住む人々を守る力です。それがただの破壊の力になるなら私は。落ち着いてくれみんな。俺たちの状況そのものはそれほど変わっていない。敗北したら解散、つまり優勝するしかないんだ。そういうことじゃねえだろ。本気の戦いってのがおかしいって言ってんだ。競うのではなく戦うことで強さを決める。本来の歌劇団の姿とはあまりにかけ離れています。仲間と戦うのは辛いな。歌劇団同士は互いに競い合っていても共に高魔と戦う仲間なのに。そうですよ。それなのにこんなことってあんまりです。歌劇団同士を戦わせ世界統一歌劇団を作るか。世界中の歌劇団が一つになるのならそれは素晴らしいことではあるが、そのために仲間同士で本気で戦うなんてやっぱりおかしいです。神崎支配人はどう思われます。わかりませんわ。今はまだ情報が少なすぎるけれど、わからないことをあれこれ言っても始まりませんわ。今は目の前の戦いに集中しましょう。どんな状況でも私たちは勝つしかないのですから。どなた？スミレさん、ちょっと質問が。何かしら？
神山くん。二度作戦に参加した歌劇団の隊員はゲントに共に封印されてしまったと。その失礼ながらどうしてスミレさんは帝都に。あの時私の霊力はもう尽きかけていましたの。要するに使い物にならなかった、そういうことですわね。それは。無念でしたね。一緒に行きたかったんじゃないんですか、スミレさん。ごめんなさい。やめましょうこのお話は。それより神山くん、歌劇団大戦頼んだわよ。はっ。帝都にあのようなものの侵入を許すとは、ミズ S、 どういうことかね。お飾りに過ぎんとはいえ、仮にも帝都を守る帝国歌劇団、このような体たらくで一体何をしているのか。
やはり荷が重いのだよ。過激団というシステムに限界が来ているのだ。ミズ S、 帝国過激団にゲントは任せられん。帝剣はどこにある？さあ、存じ上げませんわ。私はもう現役を退いておりますもの。帝剣が使われたあの作戦、ニト作戦にも参加していませんでしたから。ニト作戦は確かに成功した。かろうじてだが、コーマ王の封印に成功したのだ。だが覚えているはずだ、犠牲はあまりにも大きかった。今やかつてのような強大な過激団はない。残された力ではコーマどもに対抗できんのだ。我々は力を結集する必要がある。世界中に散らばったバラバラの過激団ではなく、一つの強大な力を持った過激団にする。世界統一過激団構想。そうだ、統一された世界過激団、それこそが我がウルフの使命。今回の過激団大戦でその候補を選定する。実力、そう、純粋な戦闘力で優劣を決め、最後に勝ったチームを中核とし、かつてない力を持った過激団、ウルフ過激団を立ち上げる。そして帝剣はウルフ過激団が守るのだ。それでこそ世界は守られる。仮に過激団を統合したとして、都市防衛構想はどうされるおつもりですか？守るだけでは何も解決しない。ウルフ過激団の総力をもって一挙に敵本拠地に攻め込み殲滅する。そのための過激団だよ。最強の過激団がコーマどもを滅ぼす。それで万事は解決する。とうとう一回戦の日になっちゃいました。本気の戦いか。相手は誰になるんでしょう。よ、どうしたどうした、しけた面してんじゃねえか。そんなんで過激団対戦をどう戦おうってんだ。お前たちがどう頑張ったところで、所詮敗北はもう決まったけどな。何ですかそれ、どういうことですか。過激団対戦一回戦の相手はあんたたちに決まった。え、なんだよ、いきなり上海と戦うのかよ。よりにもよって残酷です。そうか、所詮は上海過激団が相手か。なら
正々堂々戦おう。お、かかってこい。いいですね、男の人たちって。隊長もシャオロンさんも本当に戦う気なんですか？おいおい、どうしたってんだよお前たち。いつもの威勢はどこ行きやがった？なんか悪いもんでも食ったのか？なんならチャーハン作ってやるぜ。そういうんじゃないって。けどシャオロンさんは平気なんですか？私たち同じ歌劇団なのに。同じじゃねえよ。俺たちは強い歌劇団、お前たちは弱い歌劇団だろ。ユイさん、あんたの守りたいものは何？サクラ。私の守りたいもの、覚えてるよ。私は動かない後部の中で、それでも決して諦めないと叫んでいたね。自分の夢を諦めないと。それなのにあんたは今ここで諦めるつもりなの？答えてさくら、あんたは夢を諦めるの？いいえ、諦めません。私は絶対諦めません。なら私たちと戦って、どんなに辛くても私たちと戦うの。あんたの立ち向かう勇気をもう一度私に見せて。ユイさん、わかりました。私ユイさんと戦います、全力で。助かったよ。何、最初から負けてるやつと戦っても楽しくもなんともねえからな。けどこれで面白くなりそうだぜ。よし、よく聞け帝国歌劇団、お前らの相手こそアジアの竜、我ら上海歌劇団だ。全身全霊で来い、瞬きする間にほふってやる。